こんにちは、ましろなぎです。学園ヘブン、前回遠藤和樹ルートが終わって、次は別の PL 作品にしようと思ったんですが、他のキャラたちも攻略したいなと思い、今回から七条海を攻略していこうと思います。はい、では早速始めていきます。はい、よろしかったら後で薫西園寺の部屋に来ていただけませんか。君と話がしてみたいそうです。話？ねえ、朝は時間がなかったから話なんてほとんどできなかったのでしょ。君とはゆっくり話がしたいと薫が言ってましたよ。へえ、珍しいんじゃないですか、女王様が自分の部屋に誰かを呼ぶなんて。そうなんですけど、伊藤君のことは気に入ったみたいですね。どうでしょう、伊藤君の都合さえ良ければぜひ来ていただきたいのですが。都合ですか。わかりました、じゃあご飯を食べたら行きます。ありがとう、カオルが喜びます。僕も楽しみにしています。それでは後ほどお会いしましょう。僕もカオルの部屋で待っていますから。ケータどうした？おいケータ、お前どうしたんだよ。この学校の人やっぱり変だ。そんなに驚いたのか。あ、当たり前だろ。俺もキスしてやろうか。いらない、そんなこと言うんだったら俺一人で食事するぞ。冗談だって、拗ねるなよ。拗ねてるわけじゃないけど。じゃあ照れるなって。照れてもない、からかってばかりいるんだったら本当に一人で食事。あ、どうしたケータ。俺女王様の部屋の場所知らなかった。なんだ、そういう時こそ俺を頼れって。何のために俺がいると思ってるんだよ。ごめんカズキ。ちゃんと連れてってやるから安心しろって。それより早く飯にしようぜ。こっちだよ、西園寺さんの部屋は一番端のあの部屋だ。サンキューカズキ。それにしてもこの寮結構広いよな。俺迷いそうだよ。全寮制で全部個室だから、部屋数だけで150以上あるからな。ま、そのうち慣れるって。カズキがいなかったら本当部屋が分かんなくて困るところだったよ。いいから気にするなって、俺たち友達だろ。それに俺もこんなことでもなかったらわざわざ西園寺さんの部屋まで行くことなんてないし、噂の部屋をぜひ一度見てみたかったんだ。噂？そう、噂の女王様のお部屋。ん？いいかケータ、入るぞ。西園寺さん、伊藤と遠藤です。入る。失礼します。いらっしゃい伊藤君、遠藤君。オミ、どうして遠藤まで呼んだ。私はケータを招いただけだが。俺が勝手についてきたんですよ。こいつ西園寺さんの部屋の場所を知らないって言うから。西園寺さん、俺迷惑ですか。いや別に構わない。それじゃあお邪魔します。二人とも適当にくつろいでいてくれ。私は少しやることが残っているから。どうぞ、そこのソファーにでもかけていてくださいね。あ、ありがとうございます。ところで俺も聞いていいですか。なんだ。今朝の事故の原因って結局何だったんですか。王様は電源を落としたらセキュリティが働いたとか言ってましたけど。七条さん。伊藤君、君には本当に迷惑をかけてしまいました。中島さんがあんな真似をしなければ僕も何もせずに済んだのですが。あんな真似ってハッキングのことですか。そうです、全くあの人も懲りない。いいですか伊藤君、僕たち会計と生徒会はそれぞれが独立した機関で対等の立場です。それなのにあの人はそれが気に入らないのか何かとこちらに手を出してくるのです。
それでパソコンに侵入ですか。そうでしょうね。彼は何かあるとすぐこちらの情報に無断でアクセスしようとするんです。おかげで僕も対応せざるを得ない。そうでなければ僕だって関わり合いになりたくはないのですが。はあ。今日もあの人がこちらのパソコンのデータベースに不正にアクセスしようとしたので僕が反撃しました。反撃って何したんですか。僕も生徒会のデータベースにアクセスして数値を全てランダムに書き換えてあげようと。そんなことをしたら生徒会だって困るんじゃ。バックアップくらい取ってあると思いますよ。もしなかったらそれは中島さんの怠慢ですし。ああ。もちろん中島さんも抵抗してきましたよ。だからといって手を緩めてあげる気は僕にはありませんでしたので、そのまま続けていたのですが、どうやら中島さんは逆ギレしてしまったらしくて、僕が気づいた時にはセーフティーモードが発動していたようです。中島さんは電源を切ったって言ってましたけど、走ってそれだけで上がっちゃうものなんですか。まあ可能性としてはかなり乱暴な方法で電源を落としたらありえない話ではないですね。乱暴って学園全体の電気系統に何か危害を加えたんじゃないでしょうか。制御盤を壊すかコードを切るか、まあやりようはいくらでもあります。しかしそんなことでもしなければセーフティーモードが発動するわけがありません。まったくとんでもないことをする。それは確かにとんでもないですね。伊藤君、あの橋が上がったのも多分それが原因です。本当に君には迷惑をかけてしまいました。いえ、それはもういいんですけど。だけど七条さん、セーフティーモードが発動してそれでどうして橋が上がるんですか。セーフティーモードって災害とかそういうのに対処するためのものですよね。それなのに橋が上がるって、それじゃあこの島にいると災害の時は陸から切り離されて俺たちみんな取り残されてしまうんじゃないですか。そうですね。一応この海域は貨物船の運航量がかなりあるのでと説明されてはいますが。一応ですか。はい。実はこの学校は緊急時にはドームで覆われてシェルターになるように作られているんですよ。え、本当ですか。はい。この学園棟にはベルリバティスクールの母体である鈴菱グループの基幹研究所が併設されています。そこではグループのメインであるベル製薬で使用する菌やウイルス等の研究も行っています。その中にはバイオハザードレベル4クラスの危険なものもあるそうです。それが外部に漏れると大変なことになりますから、緊急時には隔離されることになっているんですよ。隔離って それじゃあ俺たち死んじゃうかもしれないじゃないですか。そうですね。七条さん、そんな冗談でしょ。はい、冗談です。え、どうしました。七条さん。はい。俺思いっきり信じちゃったんですけど。そうなんですか。伊藤君は素直なんですね。素直って、七条さん、そんな穏やかな顔で変な冗談言わないでくださいよ。すみません、まさかそこまで真に受けてくれるとは思いませんでしたから、本当にすみませんでした。オミ、いつも思うがお前の冗談はセンスがないぞ。そうですか。ケータが本気で困っているじゃないか。そうですね、すみません。いえ、もういいです。女王様か。俺、俺は七条さんの方がいいかな。七条さん？そうだけど、なんだよ。別に何ってわけじゃないけど、ただ七条さんかって。だからなんだよ。いや、七条さんって悪い人じゃないと思うんだけど、ただあの人って何を考えてるのかわからないところがあるからな。俺はちょっと苦手かな。俺は女王様の方がいいな。あの人は面白いし。面白い？ああ、面白いよ。西園寺さんは話題も豊富だし、何でも知ってるし、
思ってることズバズバ言うし、七条さんも知識の幅は広そうだけど、なんか本当のこと言ってるように思えないんだよな。そうかな。でも七条さんって西園寺さんとはよく喋るんだよな。そうだろうな。あの二人はいつも一緒だし。だったら七条さんは西園寺さんにはいろいろ話してるかもしれないじゃないか。和樹が知らないだけでさ。和樹は七条さんたちといつも一緒ってわけじゃないんだろ。そりゃあ、啓太、お前って何でもいい方に考えるんだな。そうかな。俺自分ではよくわからないけど。絶対そうだって。はい、どうぞ。あの、こんにちは。こんにちは。来たか。いらっしゃい、二人とも。啓太、また遠藤と一緒か。はい、ここまで案内してもらいました。そうか、随分と仲がいいんだな。ん？あ、俺たち友達だもんな。カズキ、よせよ。照れることないだろ。別に照れてなんか。あの、仲がいいって言えば西園寺さんと七条さんも仲がいいですよね。そう見えますか。それはだって西園寺さんたちもいつも一緒だし。僕はカオルの奴隷ですから。おや、二人ともどうかしましたか。オミ。何ですかカオル。そういう下手な冗談を言うからオミは人から惹かれるんだ。おや、僕は本気なのに。まったく。西園寺さん、ちゃんと説明してやってください。俺はともかく啓太が本気にしますよ。そうだな。あの、奴隷って下手な冗談だと言っただろ。真に受けるな。オミと私は幼馴染だ。幼馴染なんだ、そうだったんですか。啓太、お前本気で信じてたのか。なんだよ、和樹だってビビってたくせに。ここまで素直に信じられてしまうとなんだか申し訳ないですね。オミが真顔であんなことを言うからだ。反省しろ。はい、カオル。だけど西園寺さんと七条さんが幼馴染っていうことは小さい頃から一緒だったんですよね。啓太、普通そういうのを幼馴染って言わないか。混ぜっ返すなよ和樹。でも西園寺さんの小さい頃か。きっと可愛かったんでしょうね。当然です。啓太、はあ、はい。お前はこの学園にまだ慣れていないようだな。え、早く慣れることだ。はい。まず信頼できる人間を増やすべきだな。あの、俺和樹は信頼できると思うけど。もっとだ。信用できる友人や味方は多い方がいい。はあ。お前がこの学園に慣れるまではわからないことや戸惑うことも多いだろう。何かあったら尋ねてこい。私とオミは大概ここにいる。それって力になってくれるってことですか。私は礼はすると言った。ただし自分でできることは自分の力でするのだな。はい。あの、ありがとうございます西園寺さん。よし、今日は特別いい天気。せっかくの日曜日だし、今日は学内を全部探検してやる。図書館かな。少しは勉強もしておこう。せっかくベルリバティスクールに入れたのに、ここで落ちこぼれるわけにはいかないもんな。ここが図書館。日曜なのに結構人が来てるな。さすがベルリバティ。あれ、あそこに座ってるの七条さんだ。ノートパソコンで何やってるんだろう。声はかけたいけど作業中みたいだし邪魔しちゃ悪いよな。でも何やってるんだろう。ずっとキーボードを叩いてるけどレポートでも書いてるのかな。おや、
伊藤君。何してるんですか？プログラムを作っているんです。ほら。へえ。あの、これは僕が作ったんです。かわいいでしょ。はあ。これってどんなプログラムなんですか？興味がありますか？正直俺プログラムってよくわからないんですけど、でも七条さんが何をしているのか気になるから。これって海野先生の猫ですよね？ええ、かわいいのでモデルになってもらいました。そうなんですか。それでこのプログラムは？言えません。え？内緒なんです。はあ。でも七条さんってすごいですね。何がですか？だってこんなプログラムが作れるんですから。俺もテキストを打ったりインターネットにつないだりぐらいはできますけど、こんなの全然わからないですよ。七条さんって頭がいいんですね。ありがとう。でもこんなのはただの小手先の技術ですよ。本当に頭がいいというのはカオルみたいな人を指すんだと思います。カオルって西園寺さんですか？そうです。僕が今まで会ってきた人の中でもカオルは特別ですね。どんなことでも一度見聞きしただけで覚えられるし、理解して飲み込むのも早い。自分のものにした知識を応用する能力にも優れていますし、判断力もある。カオルは本当に素晴らしいですよ。そうなんですか。俺は七条さんも十分頭がいいと思いますけど。ありがとう伊藤君。ああ、いい天気。せっかくだから外に出てみようかな。また学内の探索。それとも日曜なんだし島の外に出てみようかな。どうせ学内に残ってる人なんてほとんどいないだろうし。ヘータ。え？あ、ジョーさん。あ、いえ、西園寺さん。あの、西園寺さんたちも今からお出かけですか？いえ、僕たちは違いますよ。ちょうどいい。ケータも手伝え。え、何をですか？ついてくればわかる。え、ついてって。オミ連れてこい。すみません。すみませんって。あ、あの、ここって校舎だ。じゃなくて、その行き先は生物室ですよ。やっぱり。海野先生、失礼します。いらっしゃい。待ってたんだよ。やれやれ、すごいことになってますね。何なんですかこの書類の束。西園寺くん、助けて。オミ。はい。ああ、なるほど。それからオミ。はい。伊藤くん、その書類を取ってくれませんか？え、あ、はい。ありがとう。はい、カオル。うん、ああ、こうなるのか。面白い。オミ、終わりそうか？いえ、おおよそはこれで問題ありませんが、もう少しチェックしたいのであと30分ほどかかります。そうか。海野先生。え、なになに？申し訳ありませんが、私はこれから少し用があるので先に帰らせていただきます。そっか。終わったら一緒にご飯でも食べようって思ってたんだけど。では食事はまた後日に。うん、楽しみにしてるね。ケータ。あ、はい。お前はどうする？俺は七条さんと一緒に帰ります。そうか。それでは海野先生、私はこれで失礼します。うん、今日は本当にありがとうね、西園寺くん。どういたしまして。オミ、しっかりやれよ。はい。では失礼する。
ねえ、あと30分くらいかかっちゃうんだよね。そうですね。それだけいただければ十分チェックも終わりますよ。そう。だったら僕お茶入れてこようっと。七条くんは紅茶だよね。伊藤くんはコーヒー、ココア、紅茶、日本茶、何でもあるよ。それじゃあコーヒーを。オーケー、待っててね。伊藤くん、よかったら海野先生のお手伝いをしてあげてくれませんか。お茶の支度をですか。ええ。手伝ってきます。それじゃあ僕たちもこれで失礼します。うん、二人とも本当にありがとうね。ご苦労様。どういたしまして。殿様、またね。にゃん。よしよし。七条さん、猫が笑っても全然気にしてない。やっぱり慣れなのかな。それでは失礼します。あ、俺も。海野先生、失礼します。うん、またね。伊藤君もお疲れ様でした。そんな、俺なんかいただけですから。いいえ、とても助かりましたよ。データの打ち込みも集中しているときはページをめくるだけでもリズムを狂わされますから。そういうものなんですか。僕はそうですね。ところで七条さん、七条さんっていつも海野先生のお手伝いをしてるんですか。いつもではありませんよ。時々お手伝いをさせてもらっているだけです。海野先生の研究はいいですね。あの人の発想は規制の枠にとらわれてなくて斬新です。僕もお手伝いをしているだけでとても刺激を受けますよ。そうなんですか。斬新かどうかも俺にはさっぱりだったけど。それに殿様も可愛いですしね。殿様ですか。可愛いですよね、あの子は。とても賢い子だし。はあ。七条さんの趣味ってよくわからない。ところで七条さん、さっき海野先生のパソコンにプロテクトを仕掛けてましたよね。ええ。あれってどんなプロテクトなんですか。知りたいですか。ええ、あの、でも言っちゃいけないことなら。別にそんなことはありませんよ。あのですね。逃げないでください。他の人には聞かれたくありませんから。他の人って誰もいないじゃないですか。どこで誰が聞いているか分かりませんから。はい。正しいパスワードを入れないとデータが全部消えちゃうんです。分かりましたか。はい。でもそういうのって作るの大変じゃないんですか。まあそれなりには。だけど前にも言いましたけど、あれくらい大したことはありませんよ。前にもって図書館で会った時のことですか。ええ、あの時作っていたのが今日海野先生のパソコンに組み入れたプロテクトなんですよ。あの猫のですか。そうです。あれはもともと海野先生のために作ったプログラムなんです。だから殿様にモデルになってもらったんですよ。僕の趣味もありますけどね。趣味ですか。はい、趣味です。でもあのプログラムの機能は実はそれだけじゃないんですよ。それだけって内緒ですよ。あのですね、間違ったパスワードを入れるとデータが全て消えるだけじゃなく、同時にトラップも発動するんです。トラップ。はい、データが全て殿様に書き換えられるんです。殿様ですか。そう、殿様です。それでですね、あのパソコンとそれにランでつながっているマシン全てが最初の感染から12時間後にクラッシュします。クラッシュってまさか全部のパソコンが壊れちゃうんですか。その通りです。もちろんパソコンが火を吹くわけじゃないんですけど。ああ、学園のネットワークにつながっているマシン上であれが発動した場合はすぐ僕のところにメールを送信させるように仕掛けておきました。だから海野先生がパスワードを間違えても大丈夫ですよ。
それにもしも本当に誰かがデータを盗もうとして、それでトラップが発動しても大丈夫です。12時間の猶予があれば、犯人が分かって捕まえた後でもワクチンソフトを入れることも可能ですし、まあ僕の知らないところでトラップを発動させてしまった分に関してはどうしようもありませんがね。あの、聞いてもいいですか？はい、どうぞ。それってコンピューターウイルスっていうやつじゃないんですか？そうですよ。そうですよって。大丈夫です。海野先生の貴重な研究データを誰も盗もうとしなければね。それはそうですけど。伊藤君。あ、はい。海野先生の研究は、海野先生自身が考えているよりはるかに商業価値が高いものなんです。それに薫が言っていたように、悪用すればとんでもない事態を引き起こすことにもなりかねないものですし、薫が心配するのも無理がないことなんです。はい、それは俺にも分かりました。そう言ってもらえると嬉しいですね。海野先生にももう少し自覚を持ってご自分の研究を大事にしてもらいたいですね。そのためにも適切なプロテクトをかけておくのは必要なんですよ。あまり隙だらけだと誘惑されてしまう人も出てしまいますからね。誘惑ですか？はい。あんな魅力的な研究データがどうぞ盗んでくださいとばかりにむき出しになっているんですよ。どこかの不埒者が出来心を起こしても全く不思議じゃないでしょ。はあ、そうでしょうか。というと？この学園にはそんな悪い人はいないんじゃないかなって思うんです。現に七条さんは海野先生のデータを盗んだりはしないでしょう。そうですね。ですよね。今日だってあんなに海野先生のパソコンを触っていたじゃないですか。プログラムを組み込んだりもしたし、悪いことをしようと思ったらいくらだってできたんですよね。はい。それなのに七条さんはデータを盗むどころか海野先生の心配をしてあげているじゃないですか。きっとみんなそうですよ。ここは学校なんだし、人の大切な研究データを盗むような悪い人なんてきっといませんよ。そうでしょうか？え？いえ、僕は君の考え方はとても素敵だと思いますよ。でも盲信と信頼は違います。そうは思いませんか？でも確かに人を信じるというのは美しい行為ですし、気持ちのいいものです。だけど闇雲に信じておきながら、いざ何かが起こると裏切られたと騒ぎ立てる。僕に言わせればただの無責任な行為でしかありませんね。七条さん。でも。何ですか？俺はそんな考え方は嫌いです。そうですか。はい。あの、俺すみません、僕が言い過ぎたようですね。いえ、別に謝ってもらわなくてもいいんですけど。でも俺はそんなに悪い人ばかりじゃないって、どんな人でもみんな良心は持っているんだって思っていたいんです。そうですか。言っておきますが、僕は別に君のことを責めていたわけではありませんよ。それだけは分かってください。伊藤君はいい子ですね。いい子って？いい子ですよ。はあ。